会では今日が最後だよ。ダンスクラブに入って熱いステップを体験バレーボール部の体験練習は15分後に始めます。コートに集合してください。よろしく、バイ。トリニー、すごい人数ね。大人気。嬉しい。おめでとう。バレーるばっかり。演芸部には誰も来ない。これは願ってもない、またとないチャンスだ。はあ、キンバリーがトリニーに嫉妬している今こそが我が輩の計画を実行に移す絶好の機会だ。なるほど、キンバリーを利用してやるのですね。しかし方法は。愚か者、少しは頭を使え。キンバリーのサボテンに魔法をかけるのだ。トゲで指を刺すと全身に毒が回り、トリニーへ憎しみを向けるようになるという筋書きだ。素晴らしい、さすがです。計画は必ずや成功いたしましょう。小さな妬みが友情に亀裂を生じさせ、やがてはパワーレンジャーが破滅する原因となるのだ。さあ一緒に、これが今日のステップ。さあ聞いた聞いた、バルク様とスカルのミステリークローバー入会受付中。入るなら今だぜ。30分後に集合してくれ。場所は広場だ。大盛況のようだな。子供熱心な生徒たちでいっぱいだったし、みんな自分にぴったりのクラブは見つかったかな。どうしてなの？入りたいって子がたくさんいたのに。ああ、どこ行っちゃったのかしら。変よね。お前みたいに綺麗な花を育てるのってとっても素敵なことなのに。おい、園芸部は人気ないな。お花の妖精ちゃん。トリニーは忙しそうなのに。おお。大きなお世話よ。そのうちきっと誰か来るわ。あー、行っちゃった。ゴールダー、薬はできたか。はは、完成いたしました、Z 様。サボテンにかけるのだ。ねえ。準備はできた。さあ、行け、ゴーレム。サボテンを取り替えてくるのだ。お待たせ。特製のジュースだ。元気が出るようにね。どうして誰も来ないのかしら。一番人気があるのはトリニーのクラブ。そろそろ戻らなくちゃ。誰か来るかも。うん、頑張って。ありがとう。すみません。よくも人の入部希望者を横取りしてくれたわね。横取りなんてしてないわ。そうだよ、キンバリー。何怒ってんの？そうだ、練習が終わったらそっちの応援をしてあげるよ。どう？応援？あなたの応援なんかいるもんですか。大きなお世話よ。私だけで十分だわ。どうしたの突然。さあね。あんたんとこの部にも入部希望者がいたの？ああ、大人気さ。
入会するとおやつがついてくる。それとも何？君も入る？冗談じゃないわ。残念だ。ミステリークラブの最初の活動テーマはパワーレンジャーを探せなのにね。そうさ、俺たちパワーレンジャーの声を聞いたんだ。あとはその主を探すだけ。すごいだろ。あ？やめて、バカみたい。キンバリーだけはパワーレンジャーじゃないっすね。トリニーとも喧嘩してたしね。トミー、プレゼントしてこいよ。サンキュー、アニー。聞いたよ、トリニーと喧嘩したんだって。さあ、まあ元気出してよ。親友との喧嘩は辛いもんな。何よ、こんな花嫌い。それにトリニーは親友なんかじゃないわ。ダメだ。うまくいったぞ、パワーレンジャーは仲間割れだ。行くわよ。アタック。ナイス。次。いい。ナイス。次。シャシ。いいわ。今日の練習はここまで。来週また同じ時間に集合してね。トリニー。はい。キンバリーとどうかしたのか。バレー部の入部希望者が多かったから怒ってるらしいの。変だな、親友なんだから喜ぶはずなのに。普段だったらね。今日はいつもと違うみたい。ユースセンターの方に戻った方がいいな。ああ、こいつら調べるだけ時間の無駄だ。そりゃそうだ、パワーレンジャーであるはずがないっすもんね。うん、しかし調査ってもんは徹底的にな。やめろよスカル、無駄だよ。こんなところで花をいじって何になるの？退屈だわ。そんなに退屈というなら、我が輩の作ったモンスターにお前の相手をさせてやろう。前へ出よ、パワーバスター。私の花粉をたっぷりと味わわせてあげるわ、パワーレンジャーとも。レッドの新たなモンスターがエンジェルグローブ公園に現れた。毒性の花粉を武器とする怪物、その名はフラワーバスターだ。あいや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 、花粉を封じ込める武器がいる。ジェソンたちに知らせます。至急公園へ向かわせるのだ、時間がない。了解です。キンバリーが心配。ジェイソンだ。ゼッドが作り出したフラワーバスターが現れた。今すぐ変身してエンジェルグローブ公園へ向かってくれ。俺も一緒に行く。ダメよ、パワーがなくなっちゃう。トリニー、トミーの承知の上だろう。最後に決めるのは彼自身だ。ああ、俺は戦う。変身だ！ドラゴンゾード！セバトゥースタイガー！テラノサウルス！ビリーだ。エンジェルグローブ公園に分かった、変身だ。マンモス、トリケラトプス。はいはい。何かしら。敵の襲来だ。至急エンジェルグローブ公園へテレポートし、他のみんなと合流してくれ。キンバリー、フラワーバスターを倒すには特殊な武器がいる。今からアルファに送らせる。了解。でもこれで何すんの。フラワーバスターをがんじがらめにするのだ。そう、でも横取りが上手なトリニーに取られちゃうかもね。あいやいや、キンバリー急いで。あいやいや、変身よ、ペテルラックルス。フォー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 フ
を乱すな。あいつを打ちのめすぞ。よし、元気のいいこと。でも私にもお友達はいるのよ。一旦基地へ戻ろう。私の花園はどう、ピンクレンジャー。お気に召すといいけど、ここがお前の住処となるのだから。他人を妬み羨む気持ちがお前を破滅へと導いたのだ。どんな助けも届きはしない。そこがお前の死に場所だ。お前はたった一人で死んでいくの。簡単にやられはしないわ。言ったわね。じゃあ見せてもらおうじゃないの。体が燃えるようだわ。人間のくせに強がっても無駄。もう終わりよ。いいえ、私は負けない。ゾードン、キンバリーはどうしたんだ。ゼッドが薬を使いキンバリーに魔法をかけた。仲間を妬み孤立するようにな。そうだったな。ゾードン、私に助けに行かせて。どこなんだ。異次元空間だ。直接侵入し助け出すことは不可能だろう。手はあるはずだ。アルファが今分析をしているところだ。絶対に負けないわ。アハハ、ゴージョッパリね。あんたなんかに負けられない。そのうち仲間が助けに来てくれるわ。甘いわね。あなたには仲間なんていないのよ。分析結果を見せてくれ。考えがある。思った通りだ。難しいけど、キンバリーは助け出せる。本当に？ああ、それにパワーダガーを異次元空間に対して90度の角度で投げ入れるんだ。それで魔法も解ける。やってみよう。しかし急げ。異次元の歪みに長く囚われすぎていると、キンバリーは永久に抜け出せなくなってしまう。頼んだぞ。私に任せて。悪あがきはそ
次はとどめよ。また花粉をお見舞いしてやるわ。一気に行くわ。パワーブラスターよ。おう、パワーパワーソード、トゥア！パワーブラスター！発射！ねえ、やったわ！よし！またか！またしても負けた！一体誰のせいだと思う？我が輩は人間に負けるのが何より一番嫌いなのだ。特にパワーレンジャーとかに負けるのか。申し訳ございません、ゼント様、我々の責任です。よく覚えておれ。パワーレンジャーとかよ、この次こそお前たちの息の根を止めてみせるぞ。混乱させてしまってごめんなさい。この次の活動は一人一人に電話して知らせます。 OK？みんなちゃんと場所が分かったみたいじゃないか。ああ、いやすまなかったね。学校支部に間違えた場所を印刷してしまって。いいんです。みんな諦めずに探し出してくれましたから。お大事に。どうも。ねえ、トリニー、私のこと許してくれる？二人の友情は岩より固いのよ。岩を割る方が簡単ってこと。諸君、いよいよパワーレンジャーを見つける手がかりを公開しよう。スカルスイッチオン。パワーレンジャーが誰か分かったのか？録音した声にパワーレンジャーの声がないか確かめる。スカル、早く。テープが。ああ、ダメになったみたい。本当に使えねえな。よし、本日はここまで。でも次は見てろよ。パワーレンジャーを捕まえる。インディ・バルクとシャーロック・スカルは真実を見つけるまで諦めはしないのだ。頑張ってね。まだまだ先は長そうだな。Ha ha 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 ha